最近ですね、うん、あの菅総理の長男の人がニュースになってですね、うんうんうん、結構あの、悪いことしてですね、結構ニュースになってて、うん、違法接待みたいな感じで、菅総理の長男が結構話題になってるんですけど、うん、でそのニュースが流れてる時にツイッターとかで見たんですよ。なんか菅総理の長男かやにしか見えないみたいな、へがあるんですよ。見たことあります、塩崎さん。菅氏、そのつぶやきは見たことないです。見てないですか、菅総理。見ました、はい。そっくりなんですよ、菅総理の息子さんと僕のシルエットが挑発なんですね、菅総理の長男っていう方が、うん、で目その文春に出されてるんですけど、うん、目線がまあ隠されてるんですけど、はい、目線が隠されてる分より僕なんですよ。めっちゃ似てるんですよ、これこういう感じですけどこれよりねもっとね似てるのあったんですけど、そうこれ今ね、これスーツ着てる僕なんですよね。ほとんど眼鏡かけててマスクしてるから分かんないですけど、ほぼ似てて、はい、でなんか能町さんとかも、うん、つぶやいてくれてて、かやさんにしか見えないみたいな、モノマネで、どんな能町だったか分かんないですけど、モノマネでやるのはかやさんしかいないみたいな、はあ、いやいや有吉の壁のなんかご本人登場選手権とかで、はい、僕がまず出てってご本人登場ですって菅総理の長男出てくるわけにはいかないなとかって思ってたんですけど、まあまあその自他ともに認めるちょっと似てる感じというか、うん、でちょっと思ったんですけど、はい、僕もそのフライデーに、うん、撮られたというか、僕もって言ったらあれですけど、うん、同じ時期に、まあ、菅総理の長男は文春で、はい、僕はフライデーなんですけど、うん、もしかしたらフライデーの記者は、うん、その菅総理の長男を追ってたんじゃないかなっていう説が僕の中で来てて、はあ、ちょっと挑発のあの感じを追って、はあ、見てたら、で写真撮って、でね、なんか記者の人が分かんないですよ、パシッと写真撮って、うん、菅総理の長男の写真撮れましたみたいなことで、うん、編集長に出したら、これバカちげえよとこれよく見てみろ、一般の人だよこれな、これ違うよっつって、うん、あすげえ似てるんすね、うん、あれこれもしかして加賀屋の加屋じゃないですかみたいなそういうなんか会話があったんじゃないかなとかって思うんですよね。クソ考察ですね、クソ考察なんですけど挑発追ってたら間違えて加屋が取れたから、まあこれはこれでいいかっつってフライデーに載せたみたいな、うん、そのこともありえるかもしれないんで、うん、まあそのまあ見取り図の森山さんとR指定さんちょっと気をつけてください撮られてるかもしれないんで、似てるんですよね。その2人も言われてるかもしれないですね、もしかしたらその2人もね、うん、フラッシュに撮られてるかもしれないし慎重に撮られてるかもしれないし、うん、だからそんぐらいね似てるんですけどね、結構悪いこと知ってるみたいですね、菅総理の長男なんでもっと似てる人ならもっとなんかねいい感じの人が良かったですよねてかね、こんなロン毛の人が普通に会社いるんですねなんかね、内容はちょっとよく分かんないですけど、うん、それを覚えました